皆さんこんにちは、せーの、クロノワールです。イエーイ。ということで始まりました京マフ情報局。ナビゲーターを務めますのは京マフ2020おこしやす大使のかなえと、こんにちは、同じくおこしやす大使のくざです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近は暑いです。暑い日が続いておりますが、あ、暑いね、うん、最近。そう、オープニングトークからよ、こういうのは。あーね、うん、まずはね、まずは暑い。あ、近況とかね。まあ夏だしね、うん、暑いらしいらしいね、うん、テレビでよく言ってる暑い話をそうだね、うん、どう、暑い部屋。いや、一年中まあ冷房やら暖房やら入れて。そうなんだよね、うまく調整してるから。まあ俺たち、そう、引きこもりには無縁なのかもしれない。外の温度は1年間365日変わんない温度で過ごしてるからね。そうだね、おそらく。まあ、最近ね、うん、何、実はペット飼いたいなって、うん、ペット飼ったの。いや、飼いたいなって、うん、まだ飼ってないんだけど飼いたいなって思って。はいはい、はい、いきなりだけど、うん、はいはいはい。いやで、犬か猫かどっちがいいかなってなってたんだけど、やっぱ犬か猫なんだね。まあ定番じゃない。まあペットっぽい、ペットって言ったら犬か猫、四足方向のなんかモフモフした感じの、はい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 、があって。最初俺結構犬派なんだけど、うん、犬派だったんだけど、犬って散歩が必要じゃん。あれって何、しないと死んじゃうの。え、どうなんだろうね、ストレスとかありそうじゃない。あ、まあ、確かにかわいそう。しなくてもいい犬種もいるのかもしれないけど、基本なんか散歩のイメージがあって、まあ、あるね、イメージ。でなんかランニングマシーンで散歩って大丈夫ですかって聞いたら、なんかダメらしくて。まあ危ないよね、毛巻き込んでわーとかだったらもう泣いちゃうよ。そう、それでちょっと散歩っていうハードルから猫かなって。でも室内犬っていない。いるよ、室内犬って散歩するの。するんじゃない。じゃあ室内犬と室外犬の違いって何。外でかかってる。ああ、犬小屋みたいなね。はいはいはい、そうそうそう。まあでも猫は可愛いけど、うん、いたずらすごいよ。爪とかも切ってあげなきゃ。すごい、すぐ研ぐ。怪我しちゃうしね、猫自身も多分。え、爪長いと。そう、巻き爪みたいになって。あららら、想像の話だよ。想像の話なの今の。やべえなお前、爪切んないと。冒頭から、うん、あの昔実は猫とお風呂に入ったことがあったんだけど。はい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 。猫って基本水とか嫌がるじゃん。そうだね。でなんかその猫をお風呂入れるセットみたいなのあるんだけど、うん、猫をなんか網じゃないけど、なんか装備をつけるの猫に。網、爪でなんかしないように。したらその猫爪長くてさ、うん、その網を貫通して爪が僕の肌を傷つけたみたいなことはあった。もうすごいから、洗ってる時爪の立て具合というか。はい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 。一番尖ってる。痛そう。で体ピーンって伸ばしてる。そうで暴れるから、当然それを抱きかかえてる僕に刺さるわけじゃん。あ、で大変だったなって思うけど、猫によってはお風呂入ったりするらしいね。え、自分で。そう、水慣れしてる猫はお風呂に入りたがる猫とかもいるらしい。水浴びしたくなるってこと自分で。そう、 YouTube にあったお風呂に入る猫。そうなんだ、うん、なんかね、その猫も、うん、耳が垂れてるのが良くて。あー、なるほどね。ま、なんだっけ、なんかいるよねそういう猫、なんて言うんだっけ。いや結構なんかね、個体差あるから、はいはいはい、耳垂れてるのが多い猫の種類とかもいんのかどうか分かんないけど。手足短いのがマンチカンか。そう、え、じゃあもし一匹猫飼うとしたらどの種類の猫。あのね、黒足猫っていうのがいて、はいはいはい、まあ、これ野生に存在する猫なんだけど、うん、なんとね、ハントの成功率が6割を超えてるっていう、野生の中ではかなり高確率で取れるけど、めちゃめちゃちっちゃい猫がいんのよ、うん、そいつの顔がなんかね、生意気そうでいいなって。まあ飼えるかどうかは知らないんだけど、はいはいはい、いいなって思った。あれだよね、飼っちゃダメな猫とかいるからね。あ、そうなの。イリオムテヤマネコとかは確かダメだ。何かに指定されてそうな。そうそうそう、なんかね、天然記念物かなんかよくわかんないけど、うん、それはそうに指定されて。僕はね、うん、名前は知っちゃったけど、クイズ、はい、あの灰色で目が青くて、アメリカアメショ違う、
で毛があんまなくてロシアンブルーっていう猫なんだけど、出てるじゃんとかが、はい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 、なんだろう、スラッとしてていいな、かっこいい猫、可愛い猫じゃないかな、ベンガル猫、あ難しい言葉使うね、そうかっこいい猫は、うん、猫ってほらそういうかっこいい猫の可愛い一面が見れるじゃん、なるほどね、凛々しい感じに見えてみたいな、いや犬もそうなのよ、あ犬の話きたね、そうなのよ、犬だったら何がいいじゃん、いや俺小型犬ってあんま好きじゃなくて、なんでちょっと中型ぐらいのやんちゃそうな犬がいいの、あーポメラニアみたいな、ビーグルとか、いやポメラニア小型だろそっか、そうコーギーもまあ中型いくんかなぐらいの、僕はあれがいい、ミニチュアダックスフンド、あ長いやつ胴体が、そうそうそう、可愛くない、いやまあわかる、なんか毛並みが綺麗な感じしていいよね、うん、そうそう、あれもこうなんだろう、フンフンみたいな凛々しさない、ちょっと気取った感じ、あーわからんこともない、はい、そんなペットの話をしつつですが、でね、はい、この京マフ情報局は、はい、京都国際漫画アニメフェア2020のスペシャル番組です。京マフのイベント内容の紹介や今回京マフと我々二次三次がコラボをしているのでその情報なんかもご紹介していきたいと思います。昨年も二次三次でいろいろコラボしてたのでご存知の方もいると思いますが、まず京マフとは何ぞやというところを説明しましょうか。改めて京都国際漫画アニメフェア2020をご紹介します。略して京マフと呼ばれているこのイベントですが、西日本最大級の漫画アニメのイベントで、会場内は出版社、アニメ制作会社、テレビ局など漫画アニメに関連するブースが多数あり、ステージイベント、グッズ販売、伝統体験コーナーまでコンテンツ盛りだくさんのイベントになっています。開催期間は9月19日土曜日と9月20日日曜日で、会場は京都の都メッセロームシアター京都、京都国際漫画ミュージアム、東映うずまさ映画村になっております。はい、前売り入場券は8月17日17日ですね、月曜日から販売開始になるので、京マフ公式ホームページをチェックしてみてください。ください。そして僕たちクロノワールはこの京マフ2020のおこしやす大使に就任させていただいています。イエーイ、パチ、広報大使として全力で盛り上げていきたいと思っているんですが、実は昨年も二次三次がおこしやす大使をやらせてもらっていて、樋口楓さんと本間ひまわりさんでした。あ、はい、そうだったね、やってたね去年、やってた、いやすごかったね、ちょっと、うん、聞いとかんとね、僕たちもどんな感じでおこしやす大使をすればよいのか、うん、極意みたいなものを、この経験してる人は相当少ないだろうから、ね、そうね、相当少ないね、まあ、ちなみにね、俺は去年、うん、京マフの前夜祭で参加させていただきました。どんな空気だった？いや、あのね、前夜祭の時点でめちゃめちゃ盛り上がったね。うん、あの独自本社とっていうグループと、あと樋口楓さんがゲストでイベントみたいなのやったんだけど、もう本当に盛り上がってたね。あのまま京マフまで行った人はもうめちゃめちゃ楽しんだんじゃないかな。ああ、そっか、前夜祭だもんね。そうそうそう、次の日か。だから今回も楽しんでくれるといいなって感じ。はい、僕たちもね、予習した上で。おこしやすって皆さんを招き入れないといけないからねおこしやす大使ですから僕たちはさっきからおこしやす大使って連呼してるけど、うん、おこしやす大使とは何ぞや。ではね、クロノワールのおこしやす大使としてのコラボ企画をご紹介します。まず京マフ初日の9月19日土曜日の10時からロームシアター京都サウスホールで行われるオープニングイベントに出演します。僕たちと一緒におこしやす大使を務める声優の八代拓さんと一緒に出演します。ナイス。そしてですね、メイン会場の都メッセ内に伝統工芸体験工房っていう僕たちクロノワールのイラストに自由に絵付けを体験できるコーナーがあります。何に絵付けをするかというと、京扇子用の和紙を貼り合わせたアートパネルですね。こちらをぜひ体験していただいて、クロノワールイラストの世界に一つしかない京アートパネルを持って帰ってもらいたいですね。いや楽しそうだけど、もう本当にね、綺麗に塗ってほしい、うん、雑に塗られたらね傷ついちゃうよ俺は。バッテンとか絶対嫌よね僕たちへのね愛をぜひとも表現してください。その他にもサウンド AR 体験アプリにじめぐりと連動した企画もあります。
昨年12月のバーチャルトゥーライブ in 両国国技館の時も実施されていたので、やった方もいるかもしれないですね。やり方はまず虹めぐりっていうアプリをダウンロードしていただいて、地図に表示されるスポットに行きます。このスポットは京都市内に20カ所以上あって、スポットに近づくと虹三次メンバーの声が聞けちゃいます。クズハや僕の声が聞ける場所も10カ所ぐらいありますね。そう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 、うん、他にも、樋口楓さん、あと本暇で鏡隼人さん、うん、で剣持東也さんも参加してます。京マフの会場の都メッセ、京都国際漫画ミュージアム、東映太秦映画村はもちろん入ってます。ズバリ京都といえばっていう名所が虹めぐりのスポットになってるから、うん、スポット巡って俺たちの声を聞いてっていう新しい形の京都観光ができるんじゃないかなと思うね。確かに新しい観光スタイルですね、うんうん、まあ一人でもね行っても全然僕たちの声がそこにありますから全然寂しくないですからはい、ぜひ虹巡りを携えて京都を堪能してください。そしてさらになんと、この京マフ開催の前日9月18日金曜日から9月20日までの3日間、都メッセの向かいにあるロームシアター京都で二次三次によるスペシャルトーク&ライブ公演を行います。イエイ、イエイ、まあ、3日間のスケジュールなんだけど、うん、すごいことになってます。すごいことになってますよ、うん、イベントのタイトルが京都秋の二次三次、うん、3日間それぞれにサブタイトルもついてます。まず9月18日金曜日がもちのワール男子旅ということで、はいはいはい、出演は僕たちクロノワールのかなえ、くずは、そして剣持東也さんとなっております。はい、続いて9月19日土曜日は今日は酢飯ということで酢飯組の博士冬樹さん、夜見れなさん、鏡隼人さんがご出演されています、うん、そして最終日9月20日日曜日はすごいなこれは紅葉してきたで出演は前本圭介さん、城力一さんです。なるほどね、タイトル僕らも結構悩んだんだよね。ちょっとなんか出るね、グループ感の味出てるな。そう、なんか俺らちょっとこびてね、なんかこの、なんか僕らがでも一番、うんぽい、ダジャレとかは踏んでない無難なるほどね、うん、男子旅好きだよ僕は。あ、そう、好きだよ僕は。あ、そう、僕はね、分かった、うん、そして、はい、今日は酢飯おかずはねあるのかはちょっと欲しくなる、ご家庭によるのかもしれないですけど、そう、ね、酢飯オンリーはちょっときつい、ちょっとね寂しいなって、まあ、でもこの酢飯ならオンリーでも楽しめるんじゃない。あー、うまいこと言ったね、うん、そうかな、はい、そして20日はすごいなこれは紅葉してきた。いやーね、もう、まあ、どうしてもうタイトルからにじみ出てるね、うん、なんかそれぞれグループごとにちょっと違った出てるね、ものがね一番出てる一番出せてる、ね、テンションが上がってきた紅葉と、うん、もみじの紅葉を説明しなくていいんだよ、はい、うん、はい、そしてドーン、わー、これが今回我々もちのワールの書き下ろしです。出ました、まさかのね、まあ、やっぱ京都といえば着物どすな、どすな、初日に出演する僕たち、もちのワール男子旅の3人、剣持さんとクロノワールの2人ということで、お二人っていう自分たちのこと、お二人ということで、はい、いやいいじゃんね、いやいいね、俺にしてはなんか食べてるね、華やかな、うん、食べてるね、うん、前はもう相変わらずスマホを握ってる、いやもう話さないよ死ぬ時までおじさんはなんか背負ってないといけないんかな、多分 ね落ち着かないんじゃない、なんか落ち着かない、背中になんかないと、背中になんかないと、うん、落ち着かないっぽいね、おじさん絶対こんな笑顔見せてくんないよ普段、それは分からない、レアよレアということで、はい、はい、なんと初日が俺らだけど何する、うん、歌うの、まあ、歌うよ、歌っちゃう、あ、歌っちゃう、そう、まあちょっとだけ話すと、はい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 、多分クロノワールの歌から始まる、あー、うん、なるほどなるほど、その後はもうすごい豪華な感じで、うん、豪華な感じ、あんまハードル上げない方がいいね、あ、本当、うん、すごい、あの白米、はい、お前のハードルの下げ方独特だな白米、はいはい、にノリぐらいのイベント、なるほどね、まあ、でも白米に乗りなんかいつものイベントよりも、うん、トークが多めだね、はいはいはい、結構珍しいかも僕は、あ、結構歌系のイベント、歌系が多かったから今までは、うん、じゃあちょっとトーク多めかもなって感じ、ね、ぐらいのね、うん、感じで、まあね、先日皆さんより
一足先に実は京都に行ってまして、まあうすうす感づいてる人もいたんじゃないでしょうか、はい、京都の伝統工芸のストラップ作りを体験してきました。俺ら二人で行ってきました。いや初めてだった俺、あの伝統工芸をね実際に体験するっていうのはなんか和を感じたね。いや感じた、いや面白かったし、ね、面白かったしね。ストラップもとてもね素晴らしいものができたんです、うん、できました、はい、ということで感想どうでしたか。いや面白かった、というか、なんか歴史だとかがすごい面白かったな。あと実際作るのもね、思ったよりやっぱ難しい、まあ僕の倍ぐらいの時間かけてたもんね。いや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 、じっくり、ね、丁寧にやっただけだから、うん、不器用だなって思いながら見てる。いやまあね、ああ本当だ、何回の、うんまあ、色や柄も自分たちで選んだんでね、うん、まあ、本当にオリジナルだよね。本当にあれだから今世界に1個しかないってことだよね。ことだよね、うんまあ、体験した時のね写真も撮ってきましたので、はい、イベントではこの辺りの話もね写真を見ながらできたらなと思ってます、はい、この京都秋の二次三次公演のオフィシャル先行チケットの抽選受付は8月19日水曜日の23時59分、8月19日水曜日の23時59分までとなっております、うんそしてロームシアターではオリジナルグッズも販売されます。はい、なんとそのアイテムですが、ライブグッズといえばというペンライト、 T シャツ、タオルはもちろん、定番アイテムのランダム缶バッジ、アクリルキーホルダー&プロマイド、そしてクリアポスター、ミニ色紙なんかもあります。おーいっぱいんな。そしてそしてあとね、これから大活躍してくれそうな、最近はコンビニで袋も有料になりましたからこれから大活躍します、エコバッグ。おそして一番気になるのはぬいぐるみです。ぬいぐるみ、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 ぬいぐるみが出ました。綿入ったやつ。そう、うわマジで初めてじゃない、ぬいぐるみ初めて。クズハは、いや俺ぬい、俺がなるの。そうだよ、俺、うん、初めてだよ。そうだよね、うん、ぬいぐるみってのは今までなかったグッズなんで。そうだね、いやその他もかなりいろいろあるね。うん、めっちゃあるね、びっくりしちゃった、ね、ちょっと僕も。ソフビ人形も結構気になるとこではある。指人形ね、うん、こういうなんか僕らが人形とかぬいぐるみで皆さんのお家にお邪魔するっていうのは、うん、またなんか寂しい時とかにねぜひ活用していただいたなと思いますけども。慰められるのそれ、うん、分かんないです。配信聞きながら、うん、配信流してるスマホをぬいぐるみの裏にやればライフハック、喋ってる風に喋ってる風のライフ。ああなるほど、ね、はい、まあ人それぞれ楽しみ方無限大ということで、うん、はい、まあこのロームでのねイベントも本当楽しみなんだよね、うん、楽しみだね。はい、ということで23時とのコラボ盛りだくさんの京マフ2020は漫画アニメフェアというだけあって、出展ブース、ステージ、グッズなどたくさん楽しめる内容になっております。はい、前売り入場券は8月17日月曜日17日ですね、うん、販売開始です。です、前売り入場券ですが10時から15時までの入場だと1200円、15時以降で1000円となっております。お枚数限定先着順になっておりますので、ぜひお早めにご購入ください。はい、俺たちが全力で皆さんをお越しやすしますので、ぜひ遊びに来てください。クロノワールはロームシアターでの京都秋の二次三次にも出演しますので、ぜひこちらもご一緒に楽しみましょう。いというわけでね、お本当に楽しみだね京マフ。いやまあ楽しみだね、だちょっともう緊張してるわ、ちょっとねドキドキしてきたね。京都好きだもんだって、京都好きずっと言ってる、京都好きって。あそう、行ったことないけどね今までは。え、その最近の工芸体験でほぼ初めてだったけど、まあもう知ってる都市がそこしかなかったってだけだろお前。それ、いや違うよ、和を感じる京都が僕は浅いんだお前。でもほら清水寺とか飛び降りてみてよ。何言ってんだお前ほら言うじゃん、清水の舞台から飛び降りるっていうこと言うんだ。え、知らんかった、知らんかった、ああ本当取られたんだ。なんか意味はあれだよ、なんかそれぐらいお、うん、なんだろうな、大きな気持ちを背負ってそれぐらいの気持ちでみたいな比喩とかで使われんだ。清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちで行けみたいな使われ方をする。本当かな。そう、これは日本の昔からの
歴史なので、はい、はい、そして皆さん、うん、コロナ対策を十分にして今日もお越しください。マスクはもう必須アイテムですからね。必須アイテムです。つけてきてくださいね。はい、自分も周りも人も周りの人も守るためのアイテムですから。あと展示されてるものやグッズには直接触れずに目で見て楽しんでいただくのが一番いいかなと思います。はい、会場内に消毒液もねあるのでぜひ使いながら回ってください。ぜひ気をつけながら京マフを楽しんでいただけたらと思います。というところで、そろそろ京マフ情報局お別れの時間です。もっと京都について語り合いたかったなそれは当日会場でなのかね、またじっくりね。というわけでナビゲーターはおこしやす大使の私かなえとくざで2人で合わせてせーのクロノワールでした。京マフぜひ遊びに来てください。待ってるぞ。バイバイ。バイバイ。